どうも皆さんこんにちは、レッドです。皆さんは純正バンパーを割った経験ありますか？そこで今回は純正バンパーが割れた時の対処法をご紹介していきます。後輩が車をぶつけて新しいリアバンパーにして、まあこの古いリアバンパーはもう必要ないとのことなのでね、私がいただきました。ロードローラーだー。あっ、割れぬ割れぬ、えい、割れろ、だっ、あんまりにも強いので切ります。パカッとね、割れを作ってみました。そして修理をする前に確認をしないといけないことがあります。材質です。まあ大体の純正バンパーだと PP ポリプロピレンでできています。まあ先ほど見てもらったようにグイグイ曲げても基本割れません。柔軟性があります。そしてバンパーをよく見るとここに PP ってね書いているので、まあ、ポリプロピレンの素材でできているっていうのが確認できます。そしてね、純正バンパーは PP 素材でできているんですけど、まあ、車外エアロとかを組んでた場合は FRP の材質でできていることが多いです。そしてこれが FRP の材質で、裏を見るとね、まあ、先ほどと違ってガラス繊維がこの表面にびっしりねある感じになっています。まあ、なのでちょっとザラザラした感じ。こちらの FRP はある程度ね柔軟性はあるんですけど、ある程度強く曲げるとパキッと割れてしまいます。 FRP と PP 材質だと修理方法が全然違うので、修理前にしっかりこう材質の確認をしておいてください。もう今回はね、純正バンパーでよく使っているポリプロピレンで進めていきますので、よろしくお願いします。それでは純正バンパーのリペア作業、レッツスタート。今回は割れてしまった PP 材質のバンパーを補修していく動画になりますので、よかったら最後まで見ていってください。では最初にこの割れてしまったバンパーを元の状態にこうやってくっつけます。ただし手を離すとこうやってパカってなってしまうので、アルミテープ、こちらのアルミテープを使ってしっかりこの表面をくっつけてあげます。このアルミテープを貼った時に変にね段差ができてないことを確認してください。そしたらひっくり返して、プラスチック溶接機、この商品の先端のところに穴が2箇所あります。この先端部分に専用の針金があるので、この針金を差し込みます。逆さまにして振っても全然ね落ちる感じがしません。少し力を加えてグイッと引っ張ると取れます。そしてここにトリガーがあるんですけど、トリガーを押している間だけこの先端が熱くなります。溶けます。でちょっとクイクイッとやってトリガーを離して少し熱を冷まします。冷めたら引き抜きます。こんな感じ。まあ、この作業を一定の間隔で繰り返していきます。これでこうやってひっくり返してアルミテープを外せば、こんな感じに持ったとしてもちゃんとくっついています。結構ね強度もあります。で今しっかりバンパーはねくっついてはいるんですけど、このつなぎ合わせた部分に隙間が若干できています。そこで登場するのがこちら、プラスチックリペアキットコードレスタイプです。中身がこんな感じで、こいつが本体ですね。ここにスライドスイッチがあって上に上げます。そしてこの赤いボタンを押すと LED が光ります。この LED が光ってる間だけこの先端が熱くなります。まあ、簡単に説明をすると、この先端を熱くしてポリプロピレンを溶かしてこう溶着させる感じですね。でこれのいいところがですね、まず先端が交換できるんですよ。こんな感じのアタッチメントがあります。カチャッ。そしてここに筒があります。
付属品で PS、PP、PE、ABS のスティックが入っているので、こちらのスティックをこの穴に入れて、あとは熱で溶かしながら足りないところを補充しながらくっつけていくっていう商品です。で、このスティックを入れる穴が結構緩いので、こうやって手を離しても自重で落ちていくような形になります。なので今から表面を溶かしつつ補充をしていきます。で、今から溶かす部分の塗料をね、ある程度取っ払っていきます。そして作業をする前はね、換気を良くして有機溶マスクを使って作業を行ってください。あとはパテとプラサフを使って、仕上げていけば OK です。で、裏の隙間も溶着をしてあげればもうちょっと強度が上がると思うので、裏の溶着をもうちょっとしていきます。OK。これで裏と表両方ね、しっかりくっつきました。続いてパターン2、プラスチック溶接機を使わないやり方。隣をパッカパッカにいたしました。まずはアルミテープを使ってしっかり表面をくっつけます。そして裏面の切り込み部分にメッシュをね、貼り込んでいきます。今回は銅メッシュを使っていきます。この切れ目のところにメッシュをこのように当てて、で、あとは溶かしながらこのメッシュを押し込んでいきます。あー、電池が切れた。電池が切れた。充電しながらできるかやってみます。充電しながらだと使えないですね。充電しながらじゃダメですね。デメリット、充電しながら使えない。いいでしょう。こんな感じで振ってもしっかりくっついています。そして表面は先ほどと同じような作業をすればいいんですけど、同じ内容になるのでスキップいたします。そして最後にもう一点、変わった方法で補修をしていきます。この切れ目の左右に適当に穴を開けていきます。続いて用意するのがこちら、タイラップです。これがタイラップ止めです。見た目にね、癖があるんですけど、かなり強度は高いです。このやり方は FRP でも PP 素材でも何にでも使えます。まあ、こんな感じで3箇所ね、カットしたんですけど、いろいろなね、固定方法があります。こうやって振ってもほら、しっかりしております。タイラップ固定は明らかに補修しましたよっていう感じになって、で、プラスチック溶接はめっちゃ楽なんですけど、熱を加えすぎて奥まで入れると表面にね、金属が結構来てしまうので、ちょっとそこら辺がね、シビアかなと思います。そしてこのメッシュ固定なんですけど、出力の高いハンダ固定で先端が平べったいものを使うと比較的簡単に作業が進みます。今回はちょっとね、相性が悪かったけど、結構仕上がりとしてはね、このメッシュ固定が一番綺麗かなって思います。
まあ、なので純正バンパーの補修を考えている人は、ぜひ今回のやり方をね参考にしてみてください。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。今回ご紹介した商品はカーキの概要欄に詳細を載せてますので、気になる人がいましたらぜひチェックをしてみてください。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信してます。不定期で動画を発信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて、動画を配信するより先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらチェックもよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。